電力コストを比較するとわかること、でも不都合な事実から目を背け。経済産業省は3日、太陽光や原子力といった電源ごとの2030年時点の統合的な発電コストの試算をまとめた。国の中長期的なエネルギーの方向性を示すエネルギー基本計画の素案で各電源の9年後の構成比がまとまったことを踏まえ再計算したもので、1キロワット時あたりの発電コストは事業用太陽光が 18.9 円で最も割高になった。今回はバックアップ電源の費用も含めたより実態に近い統合的な発電コストを試算。1キロワット時あたりのコストは安い順に。ガス火力が 11.2 円、石炭火力が 13.9 円、原子力が 14.4 円、陸上風力が 18.5 円、事業用太陽光が 18.9 円だった。同省が7月に発表した機械的な計算に基づく発電コストでは、事業用太陽光が最安だった。同省は今回、機械的な発電コストを再計算。結果は安い順に、ガス火力が 10.7 円、事業用太陽光が 11.2 円、原子力が 11.7 円、石炭火力が 13.6 円、陸上風力が 14.7 円となった。事業用太陽光については、天候や昼夜で発電量が大きく変動するため、これを出力量の調整がしやすい火力発電で補うための費用などが必要になり、統合的な発電コストを大きく押し上げた。こうした電源を電力システムに受け入れるための費用を含めたコストは、電源別限界コストと呼ばれ、各国で電源の統合的なコストを測る指標として使われている。経産省の担当者は今回の試算についてどの電源でも電力システム全体にコストが生じる。それらを全体でどう抑制していくかの議論につなげたいとしている。太陽光パネルの8割は中国生産に頼っている。その中国は設備を稼働する電力は石炭発電だ。何のことはない。作れば作るほど二酸化炭素を排出するのだ。気が狂ったように太陽光発電をぶち上げたり工学部でのカンナオトボーの思考の裏が透けてまみえる。国民もいい加減に感情的な原子力臆病風から抜け出して、客観的な考えを持とう。再生エネルギー開発促進は結構だが地に足がつかないのだ。静岡県熱海市の土砂崩れの近接山地斜面に膨大な太陽光発電パネルが並んでいた。別の甚大な災害を予知できる。お聞きいただき感謝申し上げます。